関車Salut à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Jordan ? Eh bien, ça va très bien. Émission un peu spéciale. Immersion. Voilà, puisque donc nous sommes au Paris Manga. Et pourquoi nous sommes au Paris Manga ? Bah parce que peut-être vous le remarquez derrière nous, voilà, il y a les acteurs de Bioman et de Sharivan. Donc Force Rouge, Force Rose, Sharivan himself et son assistante Lily qui sont donc en France pour le Paris Manga, donc qui ont fait la joie de venir rencontrer les fans français. Voilà. Tout à fait. Ben voilà, donc voilà une émission un petit peu en immersion. Allez, viens, viens, on se rappelle les noms des gens. Donc Force Rouge, donc c'est Ryosuke Sakamoto. Force Rose, c'est Michiko Makino. Sharivan, donc slash Spilvan, monsieur Watari Hiroshi. Et la quatrième personne, surprenante aussi, madame Furuya. Madame Furuya, donc Yumiko Furuya, qui me fait la joie d'être parmi nous. Dame délicieuse. Ouais. Donc voilà. Donc bon, l'émission aujourd'hui, ce sera surtout des interviews. Voilà, parce que on va partir à la rencontre de ces quatre acteurs cultissimes chez nous, et ils vont nous parler un petit peu de leur vécu sur les productions Toei, sur comment ça s'est passé au tournage, leurs projets passés, présents et futurs, et ils vont partager avec nous, donc avec vous, quelques secrets de fabrication des séries de Tokusatsu. Voilà. Ben écoutez, on vous laisse avec eux, entre leurs mains expertes, et on se retrouve tout à l'heure. Je m'appelle Hiroshi Watari. Bonjour. Utsu Keiji Sharivan 役の Watari Hiroshi です。今日は Sharivan が来てくれました。今日はよろしくお願いします。皆さんこんにちは。Utsu Keiji Lily の古谷由美子です。由美子フォワードリーのオールドリリー。今日は皆さんにお会いするのを大変楽しみにしてきました。よろしくお願いします。はい、ありがとう。その尾上教授はきっと魔導よ。俺は魔導がどんな陰謀を巡らせているか、それが知りたいんだ。本物の尾上教授はきっとどっかに関係されてるに違いない。そうか、魔導のアジトを探し出す必要があるんだ。そう、大変ですよ。18歳でしたから、もう何をやるのも初めてなんで、面白いことばっかりで、でも緊張もしましたし、先輩怖かったんで、まあ、厳しい先輩が多かったですからね、とても大変でした。びっくりしました。私はそういう特撮ものに出るようなキャラクターだと自分で思っていなかったので、正直驚きました。だけど子供の頃からウルトラマンだとか、たくさん特撮ものを見てきたので、とても嬉しかったです。一日中アクションEvery day 一日中アクション、もう朝から晩まで動きまくりで、
汗かいて、その汗が乾いて、また汗かいての繰り返しなんで、いろんなところから潮が吹いてました。アクションない。アクションやってる間に別のところでおしゃべり。お化粧。伊賀伝の設定年齢が24歳だったんですけど、でもその当時私が19歳だったんで、24歳の感覚がわからないというところもあって、大人の、男の人なんじゃないかなっていう、そういうイメージだったんですけど、今51になってますけど、19歳の頃と何にも変わってないんで、24歳も全然変わんないんじゃないかなと今思うと思いますね。でもあの頃はちょっと大人に見せようと思ってやってました。そうなってほしいと思います。女性がもっと特撮の中で活躍できると、アクション以外のところでサポートするっていうことも非常に大事ですから、とそういうものがこうクローズアップされると嬉しいです。スーツアクターはもうあの衣装を着て動くっていうのがもう信じられないぐらい重くてしんどくて、僕としてはもうやりたくないです。でもそれをずっとやってるスーツアクターを専門にやってる人はすごい筋力を使って、普通の何十倍の力を使って演じてるんで、もうそれはすごいなと思います。それであれだけのアクションやって、こう覗き穴見るところも小さくて見えない中でほぼ勘、マインドで、それでやってるんで、もうそれやってる方はすごいなと思います。もう全部が特別すぎて、やること全部が初めてのことなんですよ。だいたい訓練トレーニングではその辺の3メーターぐらいとか2メーター3メーターのところが飛び降りるんですけど、ほぼ現場に行っちゃうとその倍10メーター20メーター30メーターぐらいのところから飛び降りさせられたので、やったことないよというのが言えない。それはしんどかったです。一番最初1話アフターレコーディング、監督さんから何度もダメ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 、やっと OK 出たけど、放映で見たら全部カットされてそれが思う。そうですね、ジャスピオンは最初から予定してた役ではないので、黒崎さんの仕事の関係で、黒崎さん主役のねジャスピオンの方が、あの舞台の仕事で撮影に来られなくなるということで、じゃあそうなると全部お面の世界になっちゃうから、じゃあ素面の男が欲しいってことで、まあ前にシャレバンをやった私に声がかかったんだと思います。ただ宇宙刑事が3作で終わってしまったので、まあそれが逆に言えばあのファンの皆さんはずっと続いていって欲しかったのかもしれないんだけど、まあ、逆に私にとってはその3作品で終わってしまったので、ジャスピオンにも出れたし、次のスピルバンでも主役になれたんで、僕にとってはいいことだったのかなっていう気はしないでもないです。はい、まあ、2代目宇宙刑事シャリバンを、生み出すための、過去が語られるというお話になってるんですけど、まあ、1代目初代から2代目に次ぐというお話が描かれてます。その中で本当は僕は2代目にシャリバンという名前を継いでほしいんですけど、まあ、2代目やってるヒューガ・カイという彼の、まあ、性格がまだちょっと、凝り固まってるっていうか難しい性格だったんで、もう全て計算でもう、まあ、犯人を捕まえたりとか、いろんな考え方を計算で読んじゃう、その計算だけじゃダメだよって、その計算を超えたところをどう、まあ、犯人逮捕に使うかどうかっていうところを教えるというか、そこの人間性が成長が見えたところに初めてシャリバンを譲るっていう、そういう話なんで、それをうまいこと演じることができたんではないかなと、自画自賛そんなことないですけど、もう CG が多い、昔は CG が なかったんで、もうほぼ自分のライブアクション、実際にやるアクションが多いんですけど、やはりさっきも言ったように高いところから本当に飛び降りなきゃいけなかったのが、今そんなことしなくても CG で全部できちゃうんで楽だなと思います。今そういうことで楽に仕事したいです。そうね。フランスに来たのはね3回目です。最初はマルセイユ、南フランスマルセイユの、方で最初で、次はジャパンエキスポのパリ で今回パリス漫画で3回目。とても嬉しいです。また来れてありがとうございます。初めて皆さんとても優しいから。
ジマペル広島タイアリ、僕は30年前に宇宙刑事シャリバンで、主役をやらせていただきまして、でフランスにも放映されたということでファンの皆さんが多いと思います。で30年経って、ネクストジェネレーションが昨年、制作されて公開されました。ぜひ見ていただいて、もう見てる方もいらっしゃるかもしれませんが、また新しい宇宙刑事の世界が描かれております。ぜひ見ていただいて、もし気に入っていただけたら続編を、期待していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フランスの皆さん、パリの皆さん、宇宙刑事リリーです。30年前に、30年前に宇宙刑事をやっていました。覚えていてくださってありがとう。今回はこちらに来れてとても嬉しく思っています。また会いましょう。また呼んでください。着いたぞ。宇宙刑事シャリバンとなった伊賀は、宇宙犯罪秘密結社マドーの暗躍ありとの情報を得て地球の守りについたのである。リリーはバード星から来たシャリバンのパートナーである。リリー、行くぞ。ボンジュール、トクスコープをご覧の皆さん、アンシャンテ、ジュマペール、バイオマンレッド、ゴーシロウ、坂本亮介、よろしく、こんにちは、どうも。ジュマペール、ミチコ、マキノ、コモンタレブ、よろしくお願いします、メルシーボク。はい、よくご存知で、5歳から、日本舞踊若柳流と言いまして日本では五大流派の一つなんですが、5歳からやって17の時に芸能界から、スカウトされたんですね。実は男の子で日本舞踊をやるっていうのは当時珍しかったんですね。それで最年少で、名取の上の資格師範名取っていうのを取りまして、それから芸能界に珍しいんでスカウトされて、17で芸能界に入りました。今でもやってます。あ、バイマンの キャスティングですか。僕はオーディションで、実は30年前の作品なんですが、受かりました。たまたま受かりまして、一度はヒーローをやってみたいなって憧れの作品に受かった。最高に今幸せです。それがまた、フランスでまたね、こうやってヒットして、また今日もパリ漫画に呼んでいただけて最高に光栄に思ってます。私はもう普通の大学生でした。大学のミスコンテスト、ミスキャンパスで優勝して、それが雑誌の表紙になって、それを映画会社の人が見てスカウトされました。でバイオマンになりました。当時はですね、今みたいにその CG とかないし、イケメンブームっていう、今後輩たちが作ってくれましたが、結構ハードで1年間作品だったものですから、休みもなく他の仕事ができなかったんですね。まあ、ただ僕 その主役だったもので、作品で主役をやれたってことは未だに語り継がれている部分もあるので、今は本当やってよかったなと。それでアクションを覚えましたね。1年間のアクションっていうのはハードで、怪我もして骨持ったり首に刀が刺さったり、いろんなことがありましたけれども、すごく勉強になったし、どんなことでも耐えられる自信がバイオマンで身につきました。私は本当の女優としては新人だったので、全く女優のキャリアというのは分かりませんでした。ただ小さい時から日本の初代のゴレンジャーとかそういうものを見ていて、もうずっとピンクになりたかったので、とても嬉しかったです。1週間のうち 1ヶ月4本撮りしてたので、1週間で仕上げなくちゃいけない。そのうち5日間が撮影で、2日間がアフレコって言って、後から
声を入れる。だからその作業があったのでほとんど休みがなく、たまに休み があったんですが、その時は後楽園遊園地とか東京ドームでイベント、ヒーローイベントがありましたので1年間ほとんど休みないです。そうですね、爆発ができるところでロケをするので朝早く出て夜遅く帰ってくるんですけど、 その爆発できる山奥なのでトイレがなかったので女性的にはもうすごい困りました。バイオマンという作品は女の子が初めて2人になった作品で、まあ、もともとその個性が強いメンバーが集まってたんですが、女の子が2人になることによって、なんていうんですかね、その女の子の2人も強い女の子もいれば、姫ってあだ名がついてましたが、ピンクはか弱い心優しい女性が、急に、まあ、レッドも本当弱いところもあるので助けられる時には急に強くなったりとか、そういう部分では面白い作品になったんじゃないかなっていうものもありましたし、影響力というかどうかは分かりませんが、悪の人たちが悪役がまだものすごい強い設定だったもので、まあ皆さん驚かれたと思うんですが、イエローも途中で殺されちゃうというシーンが生まれまして、それは特殊な必殺技によってなんですが、悪のそういったことで視聴者とかファンは驚かされた部分もあったと思いますね。はい、全く予定はされていませんでしたね。多分プロデューサーのどっかでそういう意向があったんだと思いますね。それでやっぱり悪を強くしたかった、悪が強くないと我々がまた生きないから、そういった意味では予定はしてなかったですね。僕は知らなかったですね。はい、正直言って多分初代のイエローの女優さんの事情もあったんだと思うんですね。もう事情もあったんだと思うんですけれども、でも私はすごく先輩として頼っていたので、いなくなってしまったことに関してとってもとっても辛かったです。寂しかったね。はい、寂しかったです。そうですね、まず初めて、女の子が2人になった話だったので、それでもし人気がなくなっちゃったらどうしようって思いました。でもその後結構割と女の子お二人の話がシリーズとして定着したので、とても良かったと思ってます。私は両親がとても厳しかったので、もう歌を出すことも反対だったんですが、もう、まあ、アルバムを出させてもらいました。で、まあ、いわゆる特撮のファンの方たちもたくさんファンになってくれて、その前で歌ったことをライブをやったこともありますが、すぐやめてしまって申し訳なかったと思います。映像的にはものすごく綺麗になったっていうのは、まあ、CG とかの発達によって特撮技術がまた数段アップしたってこと、それと、まあ、イケメンブームっていうのがありまして、今まで男の子たちが僕なんかの作品が多かったんですが、お母さん、その親がお母さんが追っかけするようなイケメンブームを後輩たちが作ってくれました。はい、まあ、本当にみんなかっこいいんですよね。もう姿がもうスラッとしてて、で結構リアルなねお芝居もやってるんで、僕なんかは好きですけども、ただアクションに関しては我々はハードすぎたんで、それを真似しろって言ったって、事務所のこともあるし危険だと思うので、逆に CG があった方がいいんじゃないかと皆さんは。はい、で私は本当にもうアクションアクトレスではなかったんですけど、なかったのにもう本当にもう CG がなかったので何でもやらされて、で新人だったから嫌って言えなかったので本当に毎日毎日怖くて本当にもう本当泣きながらやってたんですけど、痛かったよね。もう痛かったし辛かったしもう大変だったんですけど、でも今となってはとってもいい思い出になってます。イケメンについては、イケメンはでも私たちの時もイケメンでしたよ。まあ、ロボさんもイケメンだったし、グリーンもブルーもみんなイケメンだったので、まあ、昔も今もね、はい、イケメンだと思います。日本に住んでいるフランス人の友達からバイオマンを知っているとは聞いていたんですけれども、でも
今回初めてフランスに来て本当にみんな知ってるんだろうかってとても不安でいたんですけれども、本当に皆さんが知っててくださってとても幸せです。未だに信じられないです。仕事がない時は僕日本舞踊をやってますので、日本舞踊の先生もやりますし、それからあとヒーローイベントなんかもやってます。その他に活動としては最近舞台が多くて、時代劇、特に僕チャンバラが好きなんで、そういう時代劇の舞台で今年も6月から日本全国回ります。私は長い主婦というか奥さんの生活を経て、ほんの数年前にまた活動を始めたんですけれども、で今奥さんとして東京の築地というところでおかみさんをやっています。で地球を守っていた元ヒロインのピンクということでとても注目を浴びてまして、でバラエティとかモデルですとかコマーシャルですとかの仕事を再開しています。でも日本ではもう地球を守っていたおかみさんのピンクとして割と有名です。そう日本とってラボンドゥースって言ってた。僕はですね11年ぐらい前にジャパンエキスポという大イベントでまた呼ばれて、その時さっき美智子ちゃんがねピンクファイブが言ったんですが、本当にフランスでそんなにね有名だって知らなくて半信半疑で実は来たんですね。そしたら本当にすごいやはりイベントで何万人ってやっぱ集まる中でバイオマンバイオマンってみんな言ってくれましてね、その10年11年ぶりで今回はもう一つの大きなイベントのパリス漫画というイベントがあるということで、やはり来た時に驚きましたね。昨日もうブースも広いし、いろんなもうお客さんがたくさん何万人でしょうかね。それでステージに上がった時にバイオマンバイオマンって言ってくれたんで、すごく感激、再会ができたこと皆さんも本当嬉しく思ってます。ありがとうございます。本当にフランスに来るまで不安でだったんですけど、みんな温かくてみんないい人で今回パリスマンガに招待していただきまして来られたこと本当に嬉しく、美智子ちゃんもこうやって歓喜で涙流してますが、またこれからも、ビオマンバイオマンを、いつまでも愛していただいて、僕もフランスの方が大好きです。また来たいと思ってます。また日本にも皆さんぜひいいところたくさんあります、来てください。メルシー、メルシー。僕フランスの皆さん本当にありがとうございました。本当に私は本当に幸せです。ぜひまたフランスに行きたいと思います。どうもありがとうございました。メルシー。ウフォートス悪魔の使いドクターマン、我々バイオマンはバイオロボと共にこの地球を救うんだ。みんなバイオマンを応援してくれ。決戦はもう間近だ。夏休みに Et bien voilà, l'émission touche déjà à sa fin, mon cher Jordan. Une émission quand même assez surprenante, des moments assez touchants quand même. Voilà, des moments assez touchants. On est vraiment surpris de voir que l'expérience a marché. Hein. Les acteurs étaient super contents d'être là. On remercie Paris Manga pour avoir joué le jeu et avoir fait venir les acteurs, parce que franchement, ça a été fait un peu à la dernière minute, faut quand même l'avouer. Et tout le staff a été très gentil. Voilà, le staff a été très gentil. On remercie les acteurs de leur disponibilité, de leur plaisir à être venus en France. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de plaisir et on espère que ça c'est important. Vous avez eu du plaisir, j'espère, et eux en ont eu également. Et surtout les actrices pour qui apparemment c'était la première fois qu'ils venaient. Voilà, donc on est super content que les actrices aient pu venir. On remercie Jim aussi qui continue toujours à se démener pour faire venir des gens, faire vivre des conventions, faire venir plein de gens pour que les fans puissent les rencontrer. Et son associé Shigeko. Voilà. On remercie tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'on peut dire que la prochaine fois on... De quoi on va parler la prochaine fois, tiens ? On va faire un peu de teasing pour changer. Je ne sais pas, c'est toi qui vas me le dire. Et si la prochaine fois on vous disait qu'on allait vous parler de Kickrider Reboot, le nouveau film de la franchise Kickrider qui sort en DVD au début mars.
Donc voilà, si on parlait de ça un peu pour changer. Très bien. Voilà. Donc. On vous laisse. Voilà. Donc merci encore pour vos soutiens et prenez soin de vous et transmutez-vous. Oh. Hi, hello. Hi. Hi. Bonjour. Bonjour. Let's do a six shot. Six shot.